第4試合両選手リングイン入場です。はじめに青コーナーより伊藤真美選手の入場です。まず先に登場するのは青コーナーから今岡ジムの伊藤真美です。プロのボクシングキャリア、これが8戦目。ここまで4勝2敗、1つの引き分け、2つの KO 勝利があります。伊藤真美、年齢は36歳です。山形県出身の伊藤真美、その年齢を感じさせない36歳の右ファイター、伊藤真美がリングに向かいます。2008年の5月にデビュー、身長159センチ。今日の相手は前回戦った安藤真理。安藤相手には勝利しています。その伊藤真美がリベンジに燃える安藤真理を返り討ちなるか。大塚蘭光 ATC ホールのリングに向かうところです。そしてプロキャリアここまで4勝マーク、つまりあと1つ勝つと A 級ボクサーに昇格という伊藤真美が師走大阪のリングに上がりました。今岡ジムの伊藤真美です。続きまして赤コーナーより安藤真理選手の入場です。安藤真理にとっては今年の9月一度対戦した相手伊藤真美とのリベンジマッチに当たります。東京後楽園ホールを舞台に、同じく47キロ契約6回戦、激しい打撃戦の末僅差の判定負けを喫した伊藤真美、相手に安藤真理。伊藤真美を相手に判定負けを喫した安藤真理が今これからリングに向かうところです。前回対戦して敗れた相手を迎えて地元大阪での対戦と変わります。現在は OPBF 女子ヤトム級の8位、こちらも伊藤同様ここまで4勝マークしています。2つの KO 勝利、地元は大阪府枚方市出身、現在23歳、チュールジム所属の安藤真理です。前回の対戦ではしっかりと足を使ってジャブを打ち込むなどスタイルに変化がありました。しかし気持ちが前に出てしまって打ち合ってしまう、もっと足を使ってアウトボクシングをしたい、そう誓った安藤真理、リベンジへ向けて燃える思いのリングインです。47キロ契約6回戦、安藤真理対伊藤真美の試合をお送りします。第4試合47キロ契約6回戦を行います。赤コーナー103ポンド4分の1、府中所属、東洋太平洋女子アトム級8位、安藤真理。安藤にとって今日の相手は前回の対戦相手、一度敗れている伊藤とのリベンジマッチです。青コーナー103ポンド今岡所属、東洋太平洋女子アトム級5位、伊藤真理。それとも返り討ちなるか、伊藤真理。前回と同じく対戦相手は安藤真理です。この試合放送席の解説はスポーツライター浅澤 A さんでお送りします。浅澤さん、安藤対伊藤、まさに
まあ、注目の一戦ということになりますね。まあ、そうですね、こうやってこう場所を変えてね、もう一度こうキャリアをある程度持っている選手同士がやっぱり再戦をするっていうね、まあ、女子ボクシングもねだんだんとそういうステップに来たのかなという実感ありますよね。そうですね、前回の対戦は安藤と伊藤、まあ、壮絶な打撃戦の末僅差の判定勝ちを収めたのが伊藤、そして負けだったのが安藤という構図になりました。リベンジに燃えるこちらが赤コーナーの安藤、そして前回の対戦では勝利しているこちらが伊藤です。47キロ契約6回戦、安藤か伊藤か、リベンジマッチ開始のロンが鳴りました。小刻みにステップしてそしてジャブを打ちます。赤コーナー、髪を金髪に染めています安藤真理です。浅澤さん、はい、まずは立ち上がりどんなところを注目していきましょうか。いや、安藤選手が、ね、非常に、まあ、果敢に出てますよね、でこれ、伊藤選手、ね、かなり冷静に防御も的確に今のところは、ね、受けてますから、このやっぱ安藤選手のアタックがこのまま通用していくのか、うん、流れが変わっていくのか、ちょっと立ち上がりの、ね、1ラウンド、はい、このラウンド、そういうところがやっぱり見どころでしょうね。前回はしっかりと足を使ってジャブを打ち込むなど、まあ、自身もいろいろと変化を加えてのボクシングだった安藤です。もっと足を使っていきたいと、そういうことも話していましたこの試合、安藤真理。投げを出します。懐に飛び込んだところで一度試合を止めます。まあ、スピード感で言いますと浅澤さん、はい、共にこう速い、特に安藤のジャブ速いですね。そうですね、これ伊藤選手も非常に冷静に受けてますよね、はい、パーニングするところからしっかりパーニングする、うん、ジャブ返すところは返す、非常に落ち着いているので、慌てた様子がないですよね、はい、かなりレベルの高い試合を期待できそうです。この47キロ契約6回戦、安藤真理対伊藤真美です。23歳の安藤が身長154センチ、一方青いグローブ36歳という年齢、159センチの伊藤真美です。立ち上がりから安藤が攻める、伊藤がしっかりとそれを見るという構図になった中で、47キロ契約6回戦は第1ラウンドが終了しています。赤コーナーフィチュールジムの安藤真理、東洋太平洋女子アトム級の8位です。地元大阪での試合となりました。ここまで7戦4勝2つの KO 勝利があります。前回の対戦は9月に同じく伊藤真美と対戦して判定負けを喫しています。一方青コーナー、こちら36歳という年齢、今岡ジムの伊藤真美です。こちらも7戦4勝2つの KO 勝利、身長159センチ、山形県出身です。右のファイターです。今日は圧勝して A 級ボクサーに昇格したいと、そう話していた伊藤真美です。47キロ契約の6回戦、安藤対伊藤のリベンジマッチをお送りしています。第2ラウンド開始のゴングが鳴っています。放送席の解説、浅澤 A さんのお話でお送りしています。安藤対伊藤の一戦です。第1ラウンドは安藤が、まあ、積極果敢にというようになりましたね、このラウンドもまた同じように積極果敢にね、非常に、意欲的なアタックですよね、まあ、前のラウンドも安藤選手の右もコツコツ当たりましたからね、はい、相打ちとかカウンター気味のタイミングで、そういうのがまたもう一発に朝当たってくると、はい、ちょっと安藤選手に流れが傾くかもしれないですよね。まだ分かんないですね、とにかく伊藤選手落ち着いてますね、はい、落ち着きながらも伊藤選手もどこかで攻撃の機会を伺っていると思うんですが、そういう意味ではもうまだまだ五分五分の綱引きですよね、はい、早くも駆け引きが見られる大阪南港 ATC ホール、安藤対伊藤です。それにしましても浅田さん、はい、伊藤選手は36歳なんですね。すごいですね、まあ、そのどんな競技にしてもね、はい、あ、いや右ですね、はい、あ、伊藤も攻撃を仕掛けていきます。ちょっと注意が与えられました。
はい、まあ、どんな競技においても36歳というのは決して、ね、若いと言えませんよね。近い距離で打ち合います。伊藤が仕掛けていく。左右の連打、また距離を取ります。ジャブを見せながら安藤が近づく。伊藤冷静に、ここはそこに飛び込んでいく。伊藤がこの第2ラウンド終了間際仕掛けて攻撃に転じる中で安藤もそれに応戦。ここで第2ラウンド終了です。47キロ契約6回戦安藤真理対伊藤真美の一戦をお送りしています。この両者にとっては今年の9月以来のリベンジマッチです。放送席の解説はスポーツライターの浅澤英さんです。浅澤さん、はい、本当に2人の駆け引きがもう早くも見られているという一戦ですね。そうですね、まあ、とにかくこのね、まあ、若いというべきかこう安藤さんのこの意欲的なアタックというのがね、はい、非常に小気味ですね。そうですね、それに対して伊藤選手、まあ、さすがは、はい、まあ、年齢も36歳というのもあると思うんですが、はい、冷静ですね。冷静ですし、そういう技術もしっかりしてますよね。ただ勢い止まりそうにないので、ここから先、ね、どうなるのかちょっと注目ですね。はい、中盤のこれから3ラウンド4ラウンドを迎えていきます。47キロ契約の6回戦です。こちらが青コーナーの今岡ジム伊藤真美です。第1ラウンドからとにかく仕掛けていく。こちら赤コーナーの安藤、リベンジに燃えています。第3ラウンド開始のゴングが鳴りました。やはりこの第3ラウンド中盤に来ても安藤が攻め続ける。前に出続けます。伊藤も随分手数が増えてきました。右のストレートかわしてボディを打った伊藤です。赤コーナーの安藤、子供たちから憧れるような強い世界チャンピオンを目指すと話しています。もともと19歳からフィットネスのために始めたボクシング、現在はタイトルを狙えるそんな位置まで来ています。練習している左ジャブ、ストレート、そしてフットワークを見てほしいと話している安藤です。足を使うことを意識、右ストレート、伊藤のカウンターはまりました。マッシュを使うことを安藤は意識しているそうなんですが、そうですね、まあ今日の、ね、この立ち上がり、まあ、このラウンドも含めてですけれども、はい、まあ、足を使うというよりはもうどんどんジャブを打ちながら果敢に出るということだと思うんですよね。なるほど、その中で、細かいステップとか、はい、位置取り気をつけてないと、伊藤選手が狙ってた右今もらってしまいましたからね。そうですね、伊藤選手はもっとこうインファイトに行くのかなと思ってましたけれども、このラウンドやっぱり中間距離からあの右をね狙うっていう意識が強いみたいですね。なるほど、思い切り踏み込んでいきました安藤。ボディから顔面へコンビネーションを見せた伊藤です。そして最後は右、今日も激しく応戦したところで第3ラウンド終了です。先ほどの第3ラウンド途中の様子をご覧いただきます。浅澤さんのおっしゃっていた伊藤の右ですよね、はい、そうですね、まだもう少し顎に入ると、はい、もっと効いたでしょうね、逆にこう安藤選手としたら助かったという部分もあると思いますね、はい、ああいった右を冷静に第1、第2ラウンドを見ながらも狙っていたと見ていいんでしょうかね。2ラウンドの終わりにもね、やっぱいい右当たってたように思うんですよね、はい、まあ、もっと伊藤選手3ラウンドインファントに行くのかなと思ったんですけれども、意外とああいう、ね、中間距離で右を狙いに行きました ね、 ね、はい、折り返してこの後後半に入ります。大阪南港 ATC ホール47キロ契約6回戦安藤真理対伊藤真美です。計6ラウンドで行われます。折り返して後半に入っています。この第4ラウンド伊藤がここは前に出ています。安藤追い詰めつつある伊藤、
かなり伊藤の激しい連打。ちょっと安藤が嫌がっているか。ちょっとこう頭を下げすぎたことによる注意が与えられています。先ほどは浅田さんの中間距離という伊藤選手の関するお話ありましたけれども、後半もやはり伊藤選手はその距離そうなんですよね。ただここはですね、インファイトに行ってるんですよね。そうですね。その技術的なということよりも試合巧者ですよね、はい、伊藤選手は、うん、ですからラウンドによってその戦い方にも変えてるわけなんですね。そうですよね、まあ、さっき右当たった、ね、慎重になってくるところをもう一気にインファイトに入ってるということなんですよね、はい、ただまあ、はい、伊藤選手もちょっと鼻血ですかね、出てますから、そうですね、はい、まあ、バッティングなのかちょっとパンチなのかちょっとここからわからないかったんですけども、うん、出血が見られます。伊藤真美、青いグローブです。伊藤が攻め立てます。身長では若干伊藤が上回っています。リーチも少し差があります。うまく距離を取ってという伊藤、右のストレート、安藤のパンチの数とほぼ同じ数、伊藤がどんどんと返していきます。ここで第4ラウンドが終了しました。第4ラウンド、またもやこの伊藤の右、ね、これはちょっといいところに当たりましたよね。安藤選手がやっぱりジャブジャブでこう車に構えて出ていく、はい、そのやっぱりタイミングというのはこう非常に単調になってきているので、まあ、ちょっと読まれている部分もあると思うんですよ。なるほど、まあ、入る、ポジションとか、はい、フェイントとか何かちょっと工夫しないとまたもらってしまうでしょうね。はい、立ち上がりは浅田さん、はい、安藤が結構まあ積極果敢に攻めていくと意思もあったんですかね、なかなか中盤に来てリズムを完全に掴むことはできていません。逆にこの伊藤が戦い方を変えながらこの後半に入っています。終盤の第5ラウンドです。残すラウンドあと2つ、47キロ契約の6回戦です。赤いグローブが安藤真理、今年の9月に対戦したばかりという伊藤とのリベンジマッチになります。いい右ですよね、はい、しっかりと頭を上げろというお互いに対する注意が与えられています。気持ちがもう前面に出ているでしょう。安藤と伊藤、リードのジャブを使います。伊藤、いいファイト、前に出ていく伊藤です。近い距離になった時の打ち合いというのは浅田さんどのように見てらっしゃいますか。そうですね、まあ、五分なんですけれども、まあ、その動きというかパンチの種類というか、はい、まあ、伊藤さんの方がやっぱり多彩なんでしょうね。なるほど、うん、ただパワーはやっぱり安藤選手ありますよね。そうですね、足を使っている部分もしっかりと見てほしいと話していた安藤、今みたいにね、はい、安藤選手もどんどん右出していった方がいいような気がしますね。なるほど、はい、左にこだわりすぎるとやっぱり狙われちゃいますからね、早いタイミングでワンツーとか、はい、打っていってもいいんじゃないですかね。ジャブは結構出してますよね。そうですよね、第5ラウンドも残り20秒を切りました。安藤対伊藤です。安藤が前に出ます。右を出す前に伊藤が出す。さあ接近戦になりました。ロープに追い詰めているのは安藤。伊藤との激しい打ち合いで第5ラウンド終了。残すラウンドあと1つです。47キロ契約6回戦、安藤にとってのリベンジマッチ。今年の9月に敗れている伊藤相手に赤いグローブ、
安藤が地元大阪で青コーナー伊藤を迎えています。右をもっと出していいという浅田さんの途中お話ありましたけれども、はい、当たれば効きますしね。そうですね、ただまあこうラウンド間で、ね、流れもここに来てちょっと行きつ戻りつして非常にいい試合ですね、はい、まさにお互い、まあ、東京で戦った時とはまたいろいろと考えて対策を練ってという試合になっているでしょう。この大阪での対戦、安藤と伊藤のリベンジマッチ、東京では伊藤が勝利、ここ大阪ではどうでしょうか。ラスト1ラウンドにかける両者、安藤対伊藤です。赤コーナーの安藤、前回敗れた対戦伊藤相手にリベンジに燃える安藤がいきなりのこの最終第6ラウンド、激しい接近戦です。ここまでは浅田さん、はい、どっちがポイントではどうというのはありますか。いや、手元で、ね、メモしてるとちょっとまあ1ラウンド、ね、微妙でしたけれども、ほぼ五分でしょうね、やっぱこの6ラウンド大きいですよね、はい、お互いこの最終6ラウンドにかける思いより一層意味合いを込めても深まっています。ここまではほぼ五分と見てもいいかもしれません。安藤対伊藤です。一度敗れたは相手伊藤相手にあれからまだ3ヶ月も経っていません。再びこの今度は大阪のリングで相まみえています。ちょっとパンチをもらったか安藤、さあ残り40秒切りました。最終第6ラウンドです。さあもう残り時間がありません。伊藤が立ち上がりは比較的冷静に見ていましたが、しかし中盤以降はどんどんと手数が増え、安藤も1位は前に出ていたんですが、しかし伊藤が攻め込む、安藤を返したい。あーもう残り時間がありません。残り10秒を切りました。47キロ契約6回戦、安藤対伊藤、後楽園ホール以来のリベンジマッチ。リベンジに燃える安藤、伊藤との再戦、お互いに拳を突き上げてガッツポーズ。試合は判定にもつれ込んでいます。いやこれは浅田さん、はい、分からないですね。非常に激しい試合でしたね、判定結果を待ちます両者。安藤が勝てば前回敗れた伊藤相手に見事リベンジ成功となります。一方伊藤勝ちますと安藤相手に連勝となります。判定の結果です。最大の結果発表いたします。ジャッジ山田、ジャッジ土屋ともに58対57、ジャッジ松田58対58、以上2対0の判定により勝者赤コーナー安藤マリー。涙の勝利は見事リベンジ達成となりました。今年の9月、一度敗れた相手、東京後楽園ホール、